このクラゲはカブトヘンリクラゲと言います。そうですね、水族館での展示例も少ないですし、採集例も少ないと聞いています。クラゲは一般的には遊泳しているものが多いと思うんですけれども、このクラゲは海底に固着していることが多いです。餌は水族館で孵化させたアンテミアという小さなエビの幼生を与えています。このクラゲは水族館近くの港で飼育員が採集してきたものです。